ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな。今回は、古民家の井戸、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。短編集の中の、どなたかお願いいたします、というお話が、好きだ。おお、楽しみ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、古民家の井戸、という話だ。すでに怖い。井戸って、なんだか怖いよな。怖いね。それでは、早速聞いていただこう。限界集落の古民家を購入した。都会の喧騒と慌ただしさに嫌気がさして、人の少ない田舎に住もうと思ったからだ。分泌量で食べていけるし、精神と健康な肉体を犠牲に、貯金もできたから、田舎で過ごすことを決めた。一番近くの林家まで数百メートルあり、裏手は山。静かなところだ。引っ越して一月ほどは、ひたすらに寝てた。暗くなると布団に潜り込み、夜明けまでひたすらに。昼間も数時間昼寝。一月ぐらい経つと、体調も良くなったのか、目覚める時間が早くなってきた。空が白み始めるくらいに、目が覚める。寝起きも快調。さらに一月ほどで、分泌作業ができるようになってきた。それまで、気絶するように眠っていたのだが、体調が良くなった結果、いくらか眠りが浅くなったようだ。夜中に、物音で目が覚めることが増えてきた。床下で、ガリ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 、と、何かを引っかくような音が聞こえる。硬いものを引っかいたりしたような音。何日かは、何かの野生動物だろうと考え、放置しようかと思っていた。しかし柱や床材を、かじったり引っかいたりされているのだとしたら困る。夜中の物音が聞こえ始めてから数日後、床下を見て回ることにした。家の裏手側、地面との境目近くの外壁の一部に、穴が開いていた。成人男性でも、なんとか通れそうな穴。懐中電灯片手に、潜り込んでみる。寝室の真下あたりに、板で囲われた場所があった。よく見ると、囲いの一部も、外壁と同じように一部に穴が。おそらく囲いの一部だったであろう板の残骸が、内側に落ちている。厚さ1センチ程度の合板で囲われた中には、井戸があった。蓋のされた井戸。囲いの中に潜り込み、井戸を照らす。井戸の蓋にはびっしりと、爪か何かで引っかいたような跡。小さな人の手が、引っかいたような痕跡だ。そう思った途端、耳に聞こえてきた。ガリ、ガリ、ガリ、ガリ。硬いものを引っかくような音。井戸の中から聞こえてくるのかと思った。違う。くぐもった音ではない。怖かった。急いで逃げようと振り返ろうとしたとき、囲いの内側が目に入った。大量のお札。囲いの内側には、隙間などないかのように、お札が貼られていた。恐怖に駆られつつも、周囲を照らす。お札がないところなど、私が通ってきた穴しかなかった。床板にも、隙間なくお札。ガクガクと、言うことを聞かない足を知ったし、囲いから出る。囲いから出たときは、もう限界だった。とにかく、急いで家から離れたい。不気味な床下の音が、耳から離れない。財布一つを持ち、車に乗り込む。しばらく車を走らせて、目についたコンビニに車を止める。無機質な明かりが、今は嬉しかった。少しだけ落ち着いてきた頭で、さっきの出来事を思い返す。井戸の外に、引っかいたような跡があったのなら、あのガリガリという音は、やはり井戸の外にいたのだろう。そこは別にいい。いや、欲はないのだが。問題なのは、井戸を囲っていたお札だ。順番がおかしい。何かはわからないが、あの場所に、封じられてたと考えるのが普通だろう。だから、音の発生源が、井戸の中ならわかる。外に出ようとして、井戸の内側を引っかくなら、話は簡単だ。井戸に封印して、さらに周りをお札で囲ったならば、何の疑問もない。だけど、蓋にはお札がなかった。そして、周囲一面にびっしりと貼られていたお札。おそらく、囲いを作った人物が貼ったのだろうとは思うのだが、貼った人物は、どうやって外に出たのだろう。隙間なく貼られたお札。床板にもびっしりと、囲いの中を一回り照らした時には、誰かの痕跡はなかった。爪痕以外は、車を再び走らせる。街の明かりと喧騒が恋しい。数日後、興味を持った友人と、再度この家に戻ってきた。二人で井戸を見に行った。囲いの一面が壊れていた。木片は、すべて内側に向かって散乱していた。井戸の蓋がずれていた。というか、開いていた。
井戸にも垂れさせて、置いてある。内側に、引っかいた跡はなかった。井戸の中は、何もなかった。埋められていて、目の前に地面があった。怖かったが、友人と共に一泊。何もなかった。静かな夜だった。悩んだが、友人も一緒に住みたいと言うし、結局ここに住み続けることにした。よくわからないうちに、問題は解決したと言えるのだが、そんな中でわかっていることは、あれは、井戸の中にはいなかった。ということ。誰が、何が、なぜ、何一つわからなかった。何だったのかは知りたくもなかった。何だったんだろう。よく住み続けられるよな。うん、私なら、絶対無理。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。ここでいいですか？数年前、部屋を借りるため、不動産屋に行って、3軒の部屋を紹介してもらった。1軒目、2軒目に行ったところは、古い、狭い2階建て公舗で、全く住む気にならなかった。3軒目は、築朝、ロフト付き、オートロック4階建てマンションで文句なし。しかも家賃が、前の2軒よりも安かったので、当然即決して、ここにします。と言ったら、不動産屋は、本当にここでいいですか？との返答。その返答に違和感を感じて、何かあるんですか？と聞いたが、いや、別に。と、なんか歯切れが悪かったが、あまりにも条件が良かったので、そこを借りることにした。2年半ほど住んで、不思議な現象は、テレビの電源が勝手に消えたのが5回ぐらい、勝手についたのが1回。あとは、夜中テレビを見ていると、目の端を白いものが横切るが、その方向をよく見ても、何もないということはよくあった。しかし、転居したら、テレビが消えることもないし、別に実害はなく、はっきり何かを見たわけでもないので、あまり気にしていなかったが、最近、嫁から、あの部屋で、一人で留守番している時に、玄関のチャイムが鳴って応答したら、若い男が、名前も目的も言わずに、ドアを開けてください。とにかく、すぐ開けてください。と、しつこく言われたことがあって怖かった。という話を聞いて、ゾッとした。人気のない道。ついさっきだけど、駅から家までに、住宅地と住宅地を隔ててる100メートルくらいの林道を、ショートカットとして通って帰るんだけど、その林道入り口に入る前の角で、女性が現れた。暗くて、しっかりは見えなかったけど、髪は黒っぽいロングで、服は、上は白、下はタイトスカートみたいなの。どうやら同じ方向に進むようで、自分を先導に、6歩くらい後ろを歩き出した。林道の入り口に入る曲がり角も、同じ方向に曲がったので、お、女の人なのに、街灯があってもう薄暗い林道通るんかな？機関の看板とかもあるのに、度胸あるなぁ、と思いつつ、後ろを振り返ると、機関かと警戒されそうなので、気にせず林道に入ったんだわ。しばらくは、後ろから土を踏む音と、靴底が落ち葉をする音が聞こえてたんだけど、林道を抜けた先から、足音が一向に聞こえてこない。少し進んでから、不思議に思って振り返っても、誰もいない。林道からは分かれ道もないし、変だな。もしかしたら、持病の尺が、とか、本当の機関に襲撃されたみたいなシチュエーションかも、と思い、勇気を出して戻ってみたけど、やっぱり誰もいない。機関に襲われたとしても、ずっと背後の女の人の気配を気にしてた。6歩ほど前の俺が気づかないようにさらうのは、忍者でも無理だろうし、仙台に引っ越してきたのは3ヶ月前で、まだ土地のことはよくわかってないけど、駅から住宅地への最適ショートカットとして使えるのに、昼間でもほとんど人気がないのには、訳があるんかなと思いつつ、今もなんとなく視線を感じるようで、ガクブル。勝手に開く。建てたばかりの頃から、自室の扉が勝手に開くことがあった。部屋で過ごしていると、気づかないうちに音もなく、ほんの少しだけ開いている。そんなことが何度かあり、他には困ることもなかったので、立て付けが悪いのかな、なんて思って、特に気にしていなかった。ある日、視界の端で、扉がゆっくりと開くのが見えた。またか、そう思い、扉を閉めた。少しして、また開くのを、視界の端で捉える。音もなく、すっと、ほんの少しだけ、こんなに頻繁に開くものだろうか、と思いながら、また閉める。少しして、また開く。さすがに嫌な気分になり、音を立てて、
強めに締めた。額に衝撃が走って、膝を打ってうずくまった。強めに締めた直後、思い切り扉が開き、私に直撃したのだ。うずくまり涙の溜まった視界に、白い靴下と半ズボンが見えた。弟がふざけているのかと、怒鳴ってやろうと、顔を上げた。そこには誰もいなかった。泣いている祖母。霊感ない方だけど、身内の死に関しては、不思議な体験をする。昔は、曽祖父が亡くなった夏のある夜に、曽祖父見たりとか、今年の春に、祖母が亡くなった。祖母の通夜の日の昼間、実家の2階のお手洗いに入ってると、真上の天井を、誰かが歩いて通り過ぎる音がした。2階だから、上には当然人はいないし、歩幅や足音の重みからしても、動物のものではない。あとは、夢にたびたび、祖母が出てきたり、しかも、夢に出てくる祖母は、必ず生きているシチュエーション。ある夜、何度目かの生きている祖母の夢をまた見て、はっと目が覚めた。時間はいわゆる牛密度期。怖い夢でもなかったので、すぐに冷静になって、いや、おばあちゃん死んじゃったし、と冷静になって、また寝た。そしたらまた、夢に祖母が出てきた。今度は、一人で泣いてる祖母。それを見た私は、祖母を抱きしめて、おばあちゃん、死んじゃったんだよ。って何度も声をかけた。そこで、また目が覚めた。窓の外は、さっきとは打って変わって、よく晴れた明け方の空だった。それからもう、祖母の夢は見ない。できる男。私の上司、S さんの元同僚は、少し気味が悪い男だったそうです。S さんは、有名なアパレルショップに勤めていたそうなのですが、このショップ、とにかく多忙な店舗で、S さんも例に漏れず、仕事に追われる日々を過ごしていました。しかし、問題の同僚、A だけは違いました。全員に課されているはずの山のような仕事を、ほんの数時間で早々に片付け、余った時間は、店舗の中をフラフラしたり、休憩室で、持ち込んだお菓子を食べていたそうです。その上、業務に追われる、他のスタッフを手伝うことなどもせず、性格の悪そうな流し目で、ニヤニヤと嘲笑ってきます。そんな A のことを、S さん含め多くのスタッフは、仕事はできるけど、嫌なやつ、と思っていたそうです。ある日 S さんは、A に書類を渡すため、A が普段作業している、バックルームへ入ったそうです。しかし、中には誰もおらず、仕事も手つかずです。まだ、開店から2時間ほどしか経っておらず、サボりに行くには早すぎます。バックルームから出て、さてどうしようか、と考えあぐねている A さんの背中に、バックルームの扉が当たりました。誰もいなかった部屋から、A が出てきたのです。ああ、いたのか。A は悪びれもせず、そう一言言って、休憩室へ向かいます。S さんは思わず引き止めました。お前、今、中にいなかったろ？どこにいた？仕事はどうした？いたよ、仕事も、終わったよ。例のニヤニヤ顔を見せながら、A はそう言い、再び休憩室へと歩いていきました。S さんが、バックルームを再び確認すると、数秒前まで溜まっていたはずの仕事は、綺麗に片付いていたそうです。魔法のようだった。と、S さんは言っていました。信じてもらえないだろうな、と思いつつ、S さんはこのことを、仲の良かった上司に、それとなく聞いてみました。すると、俺もさ、あいつが仕事してるとこ、見たことないんだよな。でも、ちゃんと終わらせてるから、店としてはいいんだよ。家庭より結果が大事、なんてよく言いますが、こんな超常的な家庭を、野放しにするお店に対し、S さんは、A 以上の気味悪さを感じたそうです。ゴーストタウン。僕がまだ、学生時代の頃の話なんだけど、ちょっと変わった体験です。大学の終わり、週末に行きつけの居酒屋で、終バス近くまで飲んでいたんだ。ただ、その晩は、居酒屋のマスターと話し込んで、結局、終バスをあと一歩というとこで逃しちゃったのよ。まあ、家までは、頑張れば徒歩50分くらいで着けるし、当時は20代で、エネルギーもあって、酔い覚ましにいいかなって、ノリで歩くことにしたの。でもね、田舎道をとぼとぼ歩いていて、10分くらい経って、なんかおかしいなって、気づいたんだ。0時を過ぎたとは言っても、人が僕以外、誰一人歩いてなかったし、家の明かりも全くついてなくって、ゴーストタウンみたいだったのよ。週末なのにおかしいな、と。こや、道を間違えたかって思って、元いた場所に戻ろうと、歩いていたら、にわかに見覚えのある通りに出て、あれ、
これ、うちのすぐ近くの大通りだ。って、気がついたの。いや、でも、こんなに早く着けるわけないし、なんかの間違いかって思っていたら、すぐ目の前を、ついさっき乗り過ごした終バスが、通り過ぎていったのよ。こりゃ、酔っ払ってるな。って思って、帰宅してすぐに寝てしまったんだけど、翌朝、地図アプリで通った道を確かめようとしたら、そもそも、そんな田舎道なんてなかったっていうね。急ぎで書いたため、乱文乱筆、失礼しました。人じゃない物音。ついこないだの、ほんのり怖かった出来事な。こう、市の北区っていう、なかなかの三条都市に住んどるんだが、10駅ほど離れたところで、友人としこたま飲んで、そしたら、帰るわ。つって、店出たのが夜中の2時。電車もないし、タクシーは高い。嫁さんを起こして、迎えに来てもらうのも忍びない。終電逃しての長距離は、何回か経験してる。よっしゃ歩くか、と、人気も消えた住宅街を、とぼとぼ歩き出すと、すぐに山ん中を通過するのな。これが、しょっちゅう崖崩れ起こしてる、竹やぶと雑木林に挟まれた、真っ暗な道。あり、愚痴から多い、かん、この辺では、よく通行止めになるんで有名なところ。歩道すらない、片側一車線を。心細いながらも、酔いに任せてふらふら歩いていったんだが、中ほどに至って、前方の竹やぶから、何やら、パキ、パキ、って、物音が響いてくる。人気なんかない場所だけど、交通量は多いところだから、最初は、誰か何かしてるんかな、と思った。事実、もうちょっと先の住宅地のあたりは、深夜道路工事、思い切りやってたし、だけど、近づいていくにつれ、人間の物音じゃないと分かってきた。だって、道路沿いの竹やぶの中の、盛大に音のしているところは、完全に真っ暗闇だったから、あんなところで、人間が何か作用できるもんじゃない。心底ビビったけど、こういう時は、逆に立ち止まれないもんだね。俺は慎重に、音の鳴る方の気配を察しながらも、そのまま歩いていった。止まる方が、恐ろしかったから、恐る恐る進んで、道路を挟んで反対側、物音のすぐそばにまで近づいても、向こうはこっちにお構いなしに、盛大に、パキ、パキ、とやっている。俺は、動物なら、ある程度近づいたら、向こうも気づいて、音が止むと想像していた。すぐ近くに何かいるが、真っ暗で見えない。しかし、明らかに何か、まあまあ大きい何かが、すぐそばで動いてる。っていうのは、なかなか久々に怖かったね。まあ、今はイノシシだったんじゃないかと思うが、イノシシだったとしても、その距離だと怖いしね。ほんと、中学生の頃の、肝試し以来の恐ろしさだったわ。閉めてはいけない。大学2年の時の話、俺は夏休みの間限定である、引っ越し屋でバイトしてたんだけど、その会社には、変な決まり事があった。事務所に、真っ黒い冷蔵庫があって、そのドアには、デカデカと注意書きが書かれた、A4 の紙が貼ってあった。このドアを閉めてはいけない。開けっぱなしにしてはいけない。ならわかるが、なんで、閉めてはいけない？と思ったけれど、事務所の誰に聞いても、理由は教えてもらえなかった。かえって所長に、中が覗ける程度に、開けておくこと。って、強めに言われる羽目になった。しかも、その時冷蔵庫は、現役で使われていた。開けっぱなしにしたら、冷えないじゃないか、と思ったけど、実際、それで困ることはなかった。飲み物はしっかりと、夏場なのに、飲めば凍えるほどに冷えていた。もし閉まっていたのなら、それが勝手に開けるまで、決して開けるなよ。そう先輩にも言われたけれど、それが何だったのかは、最後まで教えてもらえなかった。もし、閉まっているのを開けたらどうなるのか、今でもわからない。普段は和気あいあいとした雰囲気の、引っ越し屋では珍しいくらい、みんな優しい職場だったのに、その話をするときだけ、ものすごい真顔になるのが、なんとも言えず気持ち悪かった。ただ、それだけの話。一体、何が入っているの？謎すぎるよな。それとは一体。さて、次のお話は、ドッペルゲンガーを何回も見てしまうお話だ。そんなに何回も見るものなの？それでは、早速聞いていただこう。ドッペルゲンガーって、みたらし犬って言われてるよね。今まで3回見たことあるんだが、同じような体験をしたことがある人がいたら、教えてください。
自分が見たのと似てるのか。一回目は中学2年生の時、友達と朝登校して下駄箱で靴履き替えて、ちょっと行った先の1階の階段を上ろうかというところで、後ろから同じクラスの Y が下駄箱の出口から全速力に近いスピードで走ってきたんだよね。Y は胸のところに二の丸、Y って、でっかく名前がついてる、学校のジャージを着てた。朝、体育もないのに、ジャージ登校かよ、と思いながら、おっす。って、友達と挨拶したんだが、Y は無視。自分たちの脇をダッシュですり抜けて、階段を登っていった。おいおい、無視かよ。トイレじゃねえの？って、友達と言ってたら、後ろから、おっす。って、Y の声。今しがた、自分たちがいた下駄箱の出口から、制服姿で出てきたんだよね。自分と友達、唖然として固まる。Y はテンパで、顔に大きいほくろがあるわかりやすい顔なんで、見間違いは絶対ないし、この時は、自分と友達だけじゃなく、周りの女子も目撃してて、軽い悲鳴上げながら、さっきいたよ。って騒いだから、その場でちょっとしたパニックになった。その後、ドッペル見えたら、その人死ぬ説を聞いた。Y はちょっとビビってたが、結局風邪一つひかず、ピンピンしていた。二回目は、高校二年生の時、夏休み一人家でダラダラしてたら、尿意が来てトイレへ。で、トイレの扉を開けると、知らない野郎が、手のひらを組んだ姿勢で便座に腰を下ろして、下を向いてた。知らん奴が、自分の家のトイレで気張ってるという、わけのわからない状況にテンパりまくって、誰だよ、って、叫んじゃったんだよね。そしたらそいつが、伏せてた顔を上げて、自分を見た。無表情な自分だった。着てる服も、よく見たら自分が持ってる服だった。思わず、扉を勢いよく閉めたよ。心臓バクバクで、頭の中で、今の俺だよな？いや、それはないだろ。って、ぐるぐる回ってた。そしたら水が流れる音がして、出てくる、と思った自分は、何を思ったか、ドアノブ掴んで、回んないように押さえつけてた。でも、手がかかる感触がないし、ズボンを履く音も聞こえない。聞こえるのは、流れる水の音だけ。見間違いかな？俺の勘違いか？って気もしてきて、とりあえず、自分に似た知らん奴、というわけのわからない理屈をつけて、殴り倒す覚悟で、扉を勢いよく開けたら、誰もいなかった。でも、トイレの上部分に、水がまだちょろちょろ流れてたんだよね。この後はしばらく、トイレのドアを開けるたびに警戒した。3回目は、2、3年前。会社の倉庫で物探ししてる時に、同じ部署の H が入ってきた。お疲れー。って言っても、なぜか無視され、H は倉庫の奥へ。普段、無視とか絶対しないやつだから、おかしいな、聞こえなかったのかなと思ってスルー。自分の探し物が見つかったので、奥を覗いてみると、H が、あっちごそごそ、こっちごそごそやっている。探し方が、手当たり次第って感じなので、大丈夫か？手伝おうか？と。それなりに大きい声で言ったら、また無視。さすがに気分悪くなって、自分も何も言わずに倉庫を出て、席に戻った。そしたら、真向かいの席に H がすでに座ってる。え？さっき倉庫いた？って、聞いても。言ってないよ、なんで？頭おかしいと思われるのも嫌なので、理由はとりあえず言わなかった。今思い出すと、ドッペルの方は、真夏なのにスーツの上着着てたんだよね。本人はシャツだけで、上着は持ってきてなかった。3回見た上での共通点なんだが、誰も死んでない、嫌な雰囲気がするとか、ラップ音が鳴るとか、そういった現象が一切なく、不意打ちで出現。現実にいるドッペル元と、服装が違う。一言も喋らず、喜怒哀楽が欠片も感じられないほどの無表情。この無表情が、何とも言えない顔で、何を考えているのか、全くわからないのが、3回とも怖かった。会話が成立した人がいたら、聞いてみたい。あいつら、何考えてるんだろうな。ドッペルゲンガーって、無表情なんだ。なんか、不気味だよな。うん、絶対に、会いたくない。さて、次からはまた短編を紹介するぞ。了解。それでは、早速聞いていただこう。泥だらけ。これは、私が高校生の頃に体験した話。私はいつものように、部活を終えて家路に着いた。時間は21時を過ぎ、田舎であったため、人通りはない。いつも、学校の近くにある、コハ、ストアで買った肉まんを食べながら帰る。途中、田んぼの横を通りながら帰る。
まばらに設置された、電灯の下を通るたびに、ガナドの、虫の塊に突撃しないといけないのが、毎度の憂鬱であった。この時期は、牛ガエルもうるさく鳴く。ボワ、ボワ、ボワ。最近買ってもらったウォークマンで、音楽を聴いているのだが、それでも、かすかに聞こえてくるほどだった。私は音量を上げて、音楽に集中しようとした。しかし、耳の奥を揺らすような低い声は、まだ聞こえるどころか、大きくなってきている。ウォークマンの不調かと思い、イヤホンを耳から外した。それが間違いであったと気づくのに、時間はかからなかった。ボワ、ボワ。私のすぐ耳元で、それは聞こえていた。体中から汗が溢れ出し、肩がこわばる。心臓が不整脈を打って、痛みが走った。そんな出来事が、我が身に降りかかると、本当に声など出ないのだと実感した。生暖かく、ツンとに追い立つ。風が頬をなでる。逃げなければと、頭が理解する前に、私は走り出していた。しかし、声と匂いはついてくる。そして、声が頭に響いてきた。まあまあ。そう聞こえた気がした。家の明かりが見える。今思えば、その頃には、声は聞こえていなかったような気がする。家の前には、母が携帯電話を片手に立っていた。何時だと思ってるの？遅くなるなら電話しなさい。そう、怒鳴られた。私は、全力で走ってきたのだ。いつもより早く着かなければ、辻褄が合わない。私が家に着いたのは、時計の針が、真上に差し掛かる頃であったと聞いた。私は家に着いてからの記憶がなかった。私は夕飯を食べたのか？お風呂には入ったのか？私はベタベタする体を起こし、家族の元へ行く。あんた、昨日は何してたの？あんなに泥だらけになって。母が私の顔を見るなり、そう言った。泥？私は聞き返す。そうよ。あなたのジャージに、泥の手形がついてたじゃない。洗濯する身にもなってよね。もう、子供じゃないんだから。その日から私は、父に無理を言って、迎えに来てもらうようになった。その体験から、一月ほどして、用水路に胎児を投げ捨てた母親が、捕まったという話が、私の地域で広がった。人なのかどうか。4年ぐらい前だったかな。うろ覚えだけど、夜中の2時過ぎ、真冬、に、友達と、流星群見に行く途中の横断歩道に、黒髪ロングに、白いキャミソールワンピースの、幽霊のテンプレートみたいな人が、歩道橋の上に立って、こっちを見下ろしてた。乱視だし取り目なので、顔はよく見えなかったけど、なんとなく目があった気がする。車は結構スピード出てたし、一瞬の出来事だったけど、振り返るのが怖くて、確かめられなかった。風で髪も服も乱れてて、異様な雰囲気で、びっくりして固まってしまったってのもあるけど、生きてる人なのか、死んでる人なのかわからないけど、驚かさないでほしい、と思った。よく、時間や場所にそぐわない人を見るんだけど、生きてる人なのか、死んでる人なのか、わからないから困る。驚くし、幽霊とそうじゃない人って、どう見極めるの？自分は、怖い、と感じたら、とりあえず逃げてるんだけど、もし、生身の人間なら失礼だし。不思議なことはない？俺は小さい頃から霊能力？みたいのがあった。毎日のように金縛りに遭い、毎夜、いろいろな霊に顔を覗かれたり、布団を引っ張られたりしてた。いろいろと怖い話はあるのだが、映画見たく怖いのは、そうそうなかった。覗いてくる顔がとんでもなく怖い顔なのは、さすがに怖かったが、家庭訪問で担任が家に来て、普段生活している部屋を見るとのことで、俺の部屋を見た時に、ああだこうだ言って、下に戻りましょう。みたいに言って、親が降りた後に俺に小声で、この部屋で、不思議なことない？と聞いてきたので、毎日金縛りに会うよ、と言うと、わかった。とだけ言い、下に降りた後で親に、丸くんの部屋を変えることはできませんか？いろいろと大変なのはわかるのですけど、と言ってくれた。親は、他に部屋がないので無理ですね。なんでまた、いきなりそんなことを？と言うと、実は丸くんから、怖いことが多いと相談されてまして、と言われ、相談なんかしたことがない。親に睨まれてしまった。親には何度も相談したが、聞く耳も持たず、あんたが変なテレビや漫画見るから、夢に見るんだよ、気のせい、の一点張り。翌日、学校で担任に放課後残されて、あの部屋は、通り道になっているの。ただの廊下みたいなもんだから、そんなに悪さはしないと思うけど、多分、怖いことはたくさんあるはずだから、
可能であれば、変えてもらいなさい。他に部屋なんてないし、どうすればいいの？そしたら仕方ないね。大人になって家を出るしかないね。なんという無責任な。と思ったが、所詮は他人事。ちなみに担任は女の先生で、実家は神社をやっているらしく、霊感が強いらしい。たまに怖い話をしてくれた。見慣れないガラス板。うちのリビングのテレビ台には、テレビを置くスペースの上に、ガラス扉付きの2段の棚がついてて、小さい民芸品や人形を置いている。先日夜、リビングでゴロゴロしていて、そのまま電気もつけたまま眠ってしまった。その後、3時頃に目を覚ますと、テレビ台の前の床に、見慣れないガラス板がある。起きていた時に、そんなものはなかったし、寝てる間に家族が置いたとしたら、電気を消すだろうが、以前、電気はつけっぱなし。不審に思いつつ、眠気に勝てずまた眠ってしまった。朝、目を覚ますと、やっぱりガラス板が床にあり、夢じゃなかったと知る。何の板だろうと考えてるうちに、テレビ台の棚が一段になっていて、さらに扉が開いてることに気づく。はめてみると、ぴったり合う。ガラス板は、テレビ台の棚の仕切り板だった。わからないのは、どうして仕切り板が外れたのか。もちろん、家族の誰も外してない。上段に陳列してあったものは、倒れたり重なったりもせず、綺麗に下段に鎮座していた。もし、何らかの現象で一人でに扉が開き、ガラス板が飛び出たとすれば、所狭しと並んでいた陳列品は、カオスな状態になるはずなので、その可能性は低いとなると、可能性があるのは、侵入者がやった。家族がやって嘘ついてる。家族、俺が、無遊病的、にくらいしか考えられない。全部怖い。一人でに外れてても怖いけど、ただ、寝てるすぐそばで、陳列品の移動とかされたら、さすがに俺、起きると思うんだよね。気づかなかったってことは、俺が無意識にやったのっていうのが、一番可能性高いんだろうか。職員の一言。このお話は、かれこれ10年前の出来事。当時、私は小学5年生で、ちょうど夏休みでした。家族4人でどこか涼しいところに行こうかと、話をしていると、母が、植物公園に行こう、と、提案し、行くことに。植物公園に着くと、夏休みとあって家族連れが多く、みんな、考えることは一緒だね、と、母がつぶやいた。園内を一通り見回り、出口付近へと、夏休み期間中だけに開かれてる、カブトムシとクワガタのブースがあり、僕と兄は思わず飛び込んだ。僕と兄が、カブトムシやクワガタと触れ合っていると、母が急に、帰るよ、と、僕と兄の手を引き、植物公園を後にしました。後から母に事情を聞くと、カブトムシとクワガタのブースにいた、職員の方から、すごく気持ち悪いことを言われたらしい。その職員の方が母を見るなり、という顔を、母も気になったようで、その職員の方に、何かありましたか？と尋ねたら、お好きなんですね、今日、3回も来られてるから。母はそれを聞いて、気持ち悪くなり、植物公園を後にしたそうです。思い出してきた。3連休に、幼稚園年中さんの娘に自転車を買ってやって、練習したんだよ。うちの娘は、俺と嫁に似て運動音痴なんだけど、駒なし自転車を、ちょっと練習するだけで、スイスイ漕ぎ出した。嫁さんと、上手だね。って、褒めてたんだけど、俺は娘が、だんだん思い出してきた。ってつぶやいたの聞いたんだよね。テレビじゃない。ついさっき起きた、やばい出来事。まだ心臓バクバクしてる。風呂で頭洗って、洗面所でドライヤーで乾かしてたんだけど、どこからか声が聞こえるんだよ。女か子供がぺちゃくちゃ喋ってる感じ。でも、何言ってるか聞き取れない。その時俺は、そういや、テレビつけっぱなしだったな、と、テレビの音が聞こえてきてると思ったんだけど、ドライヤーって、耳元でゴーって音鳴るでしょ。聞こえるわけがない。ドライヤーから聞こえてるのか？って考えたら、怖くなって電源切った。そしたら、さっきまでとは違う、男の低い声。おい？って聞こえて、振り返ったんだけど、誰もいない。そこから、また振り返って、洗面所の鏡見るのも怖くなって、部屋に慌てて逃げてきた。俺は一人暮らしだし、誰も家に来てない。
どなたかお願いいたします。一人暮らしをしている兄が、インフルエンザになった。病院から帰って寝ていると、窓の外で声がしている。こんにちは、どなたかお願いいたします。という、若い女性のか細い声だった。何度も聞こえるので、眠れなくて、仕方なく外へ出てみた。ふらふらと、自宅のマンション周りを歩いて、その声の主を探したが、誰もいなかった。しかも、ふと気がついたら、なんと自分の部屋の番号が思い出せない。ふらふら、おろおろしていると、ふと、さっきの声が明るく。308号室です、3階の左側です。と、兄の部屋をアナウンスのように教えてくれた。兄は部屋に戻り、玄関前で、ありがとう。と言った。すると、また声が。では、あさってに、お願いいたします。と聞こえた。あさって?と考えながらも、兄は眠り、ちょうどあさってに、コンビニに買い物に出かけた。するとマンションの横にある草地で、猫の鳴き声がする。草を開けて中に入ると、片隅の土管の中で、猫が子猫を3匹産んでいるのを見つけた。兄は、お願いいたします、って、これかも。と思い当たり、段ボールに毛布を入れて、母猫に、あさってだぞ。と、子猫を移させて、動物病院へ行った。今はいとこと、実家で2匹ずつその猫を飼っている。多分、インフルエンザの幻聴なんだろうけど、猫はもしかしたら、話ができるのかもしれない。なんと、意外すぎる結末だった。うむ、猫には、不思議な能力があるのかもな。今回のお話、皆さんはどう思われましたか?コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。